共に圧倒的スケールで国技館大規模の博14日まで大好評開催中。事件が起きたもんだな。警報来た。私はタワよりも早いんだ。さこに。やつまんめ。お。本当。出てよ。流星号。出てくれ。何か近づいてくるわ。見えない科学研究所の見えないです。僕パーマンです。よろしく。物が見えるのは光が跳ね返って目に入るからです。ところがガラスみたいに光を通してしまえば見えなくなるわけですよ。博士は人間が透明になる薬を発明したのよ。ちょっと科学っぽくなってきましたね。あのね、いろいろリクエスト来てるんですがね、全部紹介できなくて申し訳ないんですけど、エイトマン、懐かしいからぜひ見たい、茨城県つくば市の川村秀夫さん、たくさんエイトマンいただけた。僕はね、またエイトマン読んじゃうってとこが個人的にわがままなんですけどね。どうして？これはもうふりかけがあったんですね。エイトマン、エイトマンふりかけって確か丸宮だったと思うんですけど、これはね、濃いグリーンをベースにしてね、で今考えてたらいわゆるタイアップってやつですかね、連動してたの、もうたまらなく好きでね、シール集めたり。初期の頃だね、もう本当に初めの頃だ。そうです、タイアップの、はい。でね、ここでまたこだわってたシリーズを図に乗って言いますと、エイトマンピャーって ものすごい速さで走るんですよ、足が動いてないんです。へえ、あ、そう。固定された状態で、こういった形のまま、もう固定された状態で、あの非常口によくありますね、そういうのが。あります、あります。あれと同じような形でシャーっていくんです。これが不思議でね、こだわってましたね。じゃあそこまでの技術がなかったのかしら。動いたりなんかする。どうなんですかね、アニメ技術もやっぱり今と比べたらね。今の見てますとね、やっぱり相当ですね。もうだからあの当時やっぱり技術を見るならやっぱりウォルト・ディズニーというのは子供の頃にありましたもん。金曜日の夜8時ね、これはね。でそれと違う趣で日本のアニメ見てます。他局の話に入ったらもうすぐ行きますね、コマーシャルに。どうしよう。たかしは必死になってその不安と恐怖に打ち勝とうとした。